天海一世を疑う理由。鍵がかかった部屋から死体が見つかれば疑われるの展開だ。鍵がかかった部屋から死体が見つかれば、あ、まあ鍵持ってんのは天海さんだけだもんね。まあまあそうかもしれない。だからこそ今回は鍵がかかってなかったから、別に天海さんが疑われる道理はないんじゃない。他にも疑われるべき人はいっぱいいるんじゃないですか、このコンテンツの参加者の人とかさ。だから天海はあえて自分の部屋に鍵をかけず、あ、そういう風に考えちゃいます、あなたは。まあだから天海さんを疑うと決め込むと、そういう風な考え方になるけど、死体が見えるように宝箱の蓋を壊しておいた。宝箱の蓋を壊しておいたわっていうのはちょっと変な気がするな。宝箱の蓋はあくまでもそのお屋敷さんが壊れる、なんかガシャンみたいな音を聞いて中に入ったら、まあまあ実際こういう風に壊れてたわけですからね。確かなんか証拠であるんじゃないのかな。そう、船が倒れる前蓋は閉じてて、でお屋敷さんが音を聞いて中入ってみたら、まあまあこういう風に壊れてたわけだから、あらかじめ壊してたっていうわけではないと思うね。審査の最後、全員が天海の部屋に集まる予定だったからな。自分がいない間に殺人が起こったと思わせようとしたと。ああ、なるほど。これ別に、でも他の人でも可能な事件ではあると思いますけどね。これだけ聞くと。天海の思惑とは外れ、お屋敷に死体を見つけられたようだが、これが天海を疑う理由だ。理解したか、弁護士。まあ、あなたが言いたいことは分かったよ。反論させてもらいましょう。じゃあ、こちらは。この部屋の作品を荒らしたのも天海さんだと考えているのですか、あなたは。それは難しいんじゃないんですかね。お屋敷さんがその、ガシャンみたいな音を聞いて、中入ったら壊れてたわけだから。だから、壊したというわけではないと思うんだけど。その時、多分他の場所にいたんでしょう、天海さんは。弁護士は依頼人を信じるのが正義だろうが、俺は刑事なんでな。相手が善人に見えようとも、疑わしい奴は見逃さん。あなたの考えはよくわかりました。まあ、刑事は疑うのが仕事みたいだね。まあ、そういうところは、そういう点はあるのかもしれませんが、では、今度は私の推理を聞いていただきましょう。そんなね、感じで捕まる方の身にもなってくださいよ。そんな感じで捕まえられても、たまったもんじゃないからな。バド刑事の正義があるように私も譲れないものがある。この推理を認めるわけにはいかない。これだけの根拠で捕まえたって言うんだったら、ちょっとそれはもう反論せざるを得ない。彼の推理と矛盾する証拠品を示すのだ。いや、実際指紋が見つかったとかさ、その死因を考えたらもう殺したのは天海さん以外ありえないとか、そういう根拠があるならまだしも、そんだけの理由で言われたらたまったもんじゃないですからね。鍵がかかった部屋から死体が見つかれば疑われるのは天海だ。まあそうかもしれない。鍵がかかってたら、それだけで天海さんを疑うのは時期尚早ではないですか。そうですよ、鍵がかかってなかったんですから。事実を考えましょうよ。お前が異議を唱える方が時期尚早だ。まあ確かに始まったばっかりだったからな。揺さぶってあなたの反応を見たかったのがっていうのが、まあ正直な感想ですね。最後まで俺の話を聞くことだな。だから天海はあえて自分の部屋に鍵をかけず、あえてとかいうね、考え方か。死体が見えるように宝箱の蓋を壊しておいて、この辺がちょっと怪しいんだよな。宝箱の蓋を壊したのが天海さんの仕業だとあなたは考えているわけですね。ああ、そうでなければ死体が見つかることはなかった。コンテストの審査中に自分の作品を壊すと思いませんがね。審査中だったし、しかも。そうですよ。天海さんは お菓子を粗末になってしません。ダウンスイーツでも踊りながらお菓子を食べ尽くす人なんですよ。なんていう技だ。そんなテレビ番組のことは関係ないだろう。バド刑事はダウンスイーツを知っていたのですか。あなたも踊りながらスイーツ作ってみます。私は知らなかったというのに、まさかバドさんが知っていたとはな。意外です。じゃあ、あの歌も、なんだっけ、あっち、そっち、どっちも、みたいな。ふわふわ、マッカロン、みたいな、そういう、あの曲歌えるんですか、まさか。そんなことはどうでもいい、すいません。どうでもいいですね。
とにかく宝箱の蓋を壊したのは天界だ。あくまでもそう主張したいわけですね。審査の最後、全員が天界の部屋に集まる予定だったからな。審査は風見さんの部屋から行われたんですよね。じゅんぐりね、やっていく予定だったんでしょう。ああ、アメ細工の作品は俺も楽しみにしている。アメ好きだから。なんなら今、わしの作品を披露いたしますぞ。またあの技を見れるのか。シャキーンってこれ、かっこいいな、確かに。これは、確かにこの、なんていうかな、アーティスト感があるし、実際エンターテインメントとしても楽しめる。これも一個の技だな。どうですかな、刑事殿を表してみましたぞ。これなんだこれは。これは、まあ、ネズミのようにも見えるし、まあ、とりあえず可愛らしいですね。麻藤さんのイメージはちょっと違うけど。警察の犬っていう意味でしょうか。あ、犬か。犬だよ。ぬぬぬ、これは狼ですぞ。狼か。狼には見えないな。なんか、耳とかさ、狼感出してないじゃん、全然。あと口元とか、わかんないけど。尻尾とかなんであんな、そんな、その一匹狼か。悪くない。バドウさんがあんまりなんかね、ちょっと悪く思ってないようなら、それならいいですけど。気に入ってる感じでしたね、バドウさんは。どんな形で表現されるのか、私も少し興味があるな。なんだろうね、シンさんは。タカとかかな。ワシ、タカとか。話を続けるノーアルタカは爪を隠すみたいなね、そういう感じで自分がいない間に殺人が起こったと思わせようとしたと。殺人が起こった時間は分かっているのですか。ああ、それ大事だね。まだ解剖記録が届いていないからな。まだ解剖記録届いてないのにもかかわらず、あれ、天海さん逮捕しちゃったってこと。解剖記録がないのに、そう、天海さんを逮捕したんですか。ちょっと時期尚早じゃないんですか。殺害時刻は分からんが、死体発見時刻なら分かっている。死体発見時刻、お屋敷さんが見つけた時間。死体発見時刻、天海は風見豊の審査をしていた。はあ、なるほど。アリバイを作るためにわざと発見させたと考えられる。これなんか勘ぐりすぎじゃないですか。普通に考えたらですよ。普通に考えたら、その、お屋敷さんが発見したとき、ガシャンっていう、なんか物音がして中入ったら、兵藤さんがね、いる、まあ、宝箱に入れられてるのが、まあ、実際壊れてあらわになってたわけですよね。その時発見したんですけど、その時は、実際風見さんの場所にいたわけじゃないですか。ってことは、まあ、天海さんはむしろ疑われない立場なんじゃないかなっていう。それだけで天海さんを逮捕することにならないのでは。さあ、まだこれ以上話すつもりはない。何かを隠して、まだなんか有力な証拠があるんだろうな。バド刑事は天海さんが犯人だと決めつけているようだな。天海さんは自分のお菓子を壊したりしないと思います。でも、どうして宝箱は壊れちゃったんでしょうね。とりあえず論点はそこなんでしょうね。不死体が発見された状況を考えてみるといい。そうすれば、バドー刑事の推理に矛盾が見つかるだろう。そうですね、しがらきさんはもうよく勉強してくださいね。まあ、とりあえず、そうだな。宝箱の蓋を壊しておいたっていうのはまずおかしいと思うんだよね。壊れたのは、そのお屋敷さんが、壊れる音聞いて、で、扉開けたら壊れてたわけだから。多分、船が倒れる前、蓋は閉じていたわけだから、壊しておいたっていうのはちょっと、気になるところですね。今ちゃんと声聞いてなかったけど、なんか、あんまり特徴のある声ではなかったな。もともと、被害者の死体は、宝箱のチョコレートに隠されていました。そして、お屋敷さんがこの部屋に入ったのは、ある音を聞いたからです。そう。それ。それをとりあえず言いたいんだけどさ。でも、バドウさんは多分それだけで捕まえてないよね。何かあるよね。有力な証拠が。この音は、船のチョコレートが倒れた時の音だと考えられます。なんか何者かが侵入した形跡はあったわけじゃないですか。なんかこう、ベタベタするこの指紋のね。あれとか、至るところの一部分がなんか、
盗まれてたんでしょ、亡くなってたんでしょ、多分その人が、その人の行動が原因で多分壊れたと私たちは考えます。現場を見る限りはそう考えられるだろう。あなたは天海さんが宝箱の蓋を壊したと言っていましたが、この写真には船が倒れた衝撃で宝箱が壊れたように写っていますね。え、俺もそう思います。だ多分お屋敷さんが死体を発見する直前に宝箱が壊れたのなら、審査を行っていた天海さんが宝箱を壊すことはできません。まあ、まず疑いから外すでしょ。それをアリバイ工作だの何だの考える前にさ、まずもっと疑わしい人物を調査してから、そいつらがはっきり、あ、この人たちは素人だなって分かってから、そのアリバイ、実際アリバイがあるね、まあ、天海さんを疑うのが正しい流れだと思いますね。こちらとしては、俺は天海が直接宝箱を壊したとは言っていない。審査中に船が倒れるようスタンドに細工したと考えている。天海さんが細工したという証拠はあるんですか？見せてください、それ。いや、まだ捜査が完全に終わったわけではないからな。何？見つかっていないようだな。この部屋から天海さん以外の指紋は見つかりましたか？ああ、入り口のドアのところに残って、あ、ちゃんと残ってたんだ。誰の指紋ですか？だから被害者の兵道や天海の指紋も残っていた。お菓子を作る前に全員この部屋で審査の説明を受けましたからな。その時に指紋がついたのではないですかな。ではこの部屋の作品からは検出されませんでしたか？どうだったんですか？何？この部屋のチョコレートは何者かに荒らされています。そう、なんか若干指紋みたいのもあったしね。これ指の跡か。これ指紋はついてないんだ。どうですか、チョコレートに天海さん以外の指紋が残っている可能性もあるでしょう。ふん、何の証拠も出なければ天海への疑いは晴れんがな。まあ、調べるに越したことはないんじゃないでしょうかね。真実のために。鑑識、歌詞の指紋調査を急げ。は、了解しました。どうだ、まあ、今本当に調査中だから、いろいろ証拠がどんどん明らかになって出てくる感じなんだね。バドウ刑事、とりあえず途中経過だとそういう感じだと、今のところは。部屋中のチョコレートから天下以外の何おい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 、これそいつじゃねえか犯人。天下以外の指紋が発見されたと。誰の指紋だ。パティシエのデリシー殿の指紋のようです。デリシーって誰だっけ。デリシーも参加者ですよね。確か女性の。ご苦労、調査に戻れ。は、今すぐデリシーをここに召喚してください。どうやら天海さん以外にも怪しい人物がいるようですね。こいつを逮捕しようよ。じゃあ弁護士に言われずとも捜査をやめるつもりはない。デリシーというやつに話を聞きに行くだけだ。デリシー、先ほど風見さんに教えてもらったパティシエだな。目的のために手段を選ばない人。そこだけ聞いたらなんかね、殺人者、なんか犯人っぽくないですか。目的のために手段を選ばない。ここの、なんか優勝商品のために、なんかわかんないけど、まあね、コンテスト参加者である兵道さんを殺し、なおかつ、天海さんに疑いが行くように仕組んだんじゃないんですか、わかんないけどね。何もわかりません、私は。適当に喋ってます。シンさん、デリジーさんという女性、かなり怪しいですね。私たちも彼女に直接話を聞く必要があるだろう。次の行動がはっきりしたな、じゃあ。バドウ刑事、私たちもご一緒させてもらえないでしょうか。俺にそんな義務はない。まあいいじゃん。まあでも、あれですよ。勝手についていくだけだから。いいじゃない。だが現場の真実を見つけたのはお前だ。お。ついてくるのなら勝手にしろ。バドウ刑事、ありがとうございます。礼を忘れない。礼を忘れません。大人だからね。大人のたしなみとして。バドウ刑事、よろしいのですか。今あの部屋にはケンジ殿が、ケンジ、まさかあの人がいるんじゃないでしょうね。構わん、あいつと俺の考えは違う。あいつ、今回の事件の担当ケンジって誰なんですか。まさかあの人じゃないでしょうね。伝説の、あ、カルマゴ、指パッチンだけで攻撃するというあの、カルマケンジが担当なんですか。
あの25年間無敗という伝説を持つ。そうだったね。そういえば相手カルマさんでしたね。カルマケンジ、ケンジ局の生きる伝説か。なんか最初にこの IS75 事件でしたっけ？この説明した時になんか言ってた気はしましたからね、カルマさん。彼と法廷で戦ったことはないが、噂ならば聞いたことがある。有罪判決のためならば何でもする男だと。彼がどんな検事であろうとも、私は私の信じる道を行くだけだ。まあ、すごい因縁だからな、ある意味その、カルマさんとシンさんは。おぉ、素晴らしい。素晴らしいなぁ。これもお菓子なんでしょう。テリシーさんってやっぱすごい人ですね。うわぁ、お菓子の城ですよ。こっちには小人までいる。ほんと、この画面に映りきてないぐらいでかいもんね。お、いや、すごいな、これ。ここに参加した人たちみんな優秀ですね。天界の部屋と構造が似ているな。さっきの部屋よりは寒くないですけどね。さっきの部屋より寒くない？この部屋にも室温を調整する機械が用意されているようだな。あのオレンジ色のランプがついているところですね。うむ、後ほど忘れずに調べてみるとしよう。それにしてもやけにメルヘンな部屋に来てしまった。この生クリームだらけの部屋を、作品を作ったのがデリシーさんなのか。あ、生クリームなのか、やっぱり。生クリームだとさ、証拠品にはないけど、なんか前の、天海さんの部屋で、温度調節した時に、なんか確か、まあ、ちょっとうっすらとした記憶ですけど、生クリームのものの方が、その部屋の設定温度は低くした方がいいみたいな感じだった気がするんだよな。違ったっけ？俺の記憶違いかもしれませんが。じゃあなんかちょっと部屋の温度的にちょっと今矛盾点を今感じてますけど。デリシーはどこだ？ヘイ、私に何かご用？はい、坊やたち、私はデリシースコインよ。なんかこの人、なんか見たことあるようなフォルムだな、なんか。母国のイギリスではデリシャスって呼ばれているわ。なんかキューピーちゃんみたいな。なんか、なんかそういう、あのキューピーマヨネーズのあの人みたい。34歳にもなって坊やと呼ばれるとは貴重な体験だ。この人の方が年上なのかな。坊や、僕はともかく、シンさんまで。私にとっては、そこの刑事さんも全員坊やね。なんか50歳超えか、この人は。俺の名はバドウだ。坊やではない。一体この女性は何歳なのだろう。年齢不詳。弁護士、さっさと要件を済ませるぞ。この人もちょっと変わった感じの人だな。そうです。ん？貴様ら、弁護士ごときと世間話をするとは何事だ。出た。シンさん、お菓子の城から怖い人が。なんだこの人、皇帝か？カルマ、カルマ王。この人がカルマケンジ。キーゴー君。彼がカルマケンジか。お菓子の城から現れた。はじめまして、カルマケンジ。私は弁護士の水柳慎と申します。ふん、弁護士の名前になど興味はない。まあでもね、そのうち忘れられない名前になりますよ。あなた、カルマじゃねえ。水柳慎という名前をね。どうせ我が輩に敗れ、消えていくだけの存在だからな。失礼な方だな。鋭い眼光に眉間の日々、噂以上の怖さですね。こちらも失礼な物言いだが。まあでも事実ですね。うん。カルマケンジ、私たちにも調査をさせていただきたいのですが、どうでしょうかね。許可していただけないですか。ふん、弁護士ごときにくれてやる情報などないわ。相変わらず、愛も変わらずって感じだな。やはり簡単にはいかないか。まあでもいいんじゃない。だがこの部屋の調査ならば、特別に許可してやろう。あ、でも珍しいな、この人が許可するなんて。なぜ急に考えが変わったのか。そこのデカブツ。バドさん。俺の名前はバドだ。そのような名前ではない。坊やでも。坊やでもない。その一階の刑事がこの我が輩に意見するとはな。その度胸だけは認めてやろう。
バド、こやつらが余計な真似をしないように見張っておけ。なぜ俺が貴様の反論を認め、もうこの人からしたら全員部下みたいなもんだからな。では我が輩は風見の部屋の調査に向かう。また見張りか。なぜ彼らは一緒に調査をしていないのだろうか。まあもう多分カルマさんはもうカルマさん一人で十分だと思ってるわけだからね。仲が悪いというよりはあまり面識がないようだが、シンさんはカルマ検事の許可も出たし、これで堂々と調査できますね。ふむ、カルマ検事の態度は気になるが、調査ができるのはありがたいことだ。もうカルマさんのあの態度で気になってたらもうこの先ねやっていけないぞ。カルマさんもうあれがデフォルトですから。あれがデフォルト。待て、俺もこの部屋の捜査は初めてだ。部屋を荒らされたくはない。俺の後に調査するんだな。え、バド刑事はこの事件の担当刑事なんですよね。なぜですかね。なんでまだ捜査してないんですか。初動捜査を担当したのはカルマに懐いている刑事だ。俺はそいつから担当を引き継ぎ、つい先ほどこの屋敷に着いた。ああ、そうなんだ。それがカルマ検事とバド刑事が一緒に捜査をしない理由か。バド刑事、先ほどと同じように一緒に調査しませんか。そうすれば部屋を荒らされる心配もなく見張りも同時にできます。だからまあ、同時にやろうよという感じでね。自分を見張らせようとするとは変わった弁護士だ。ふん、もう少しだけ付き合ってやる。バドさんはね、多分嫌いじゃないから、シンさんのこと。むしろちょっと好きになってる。やった、やりましたね、シンさん。大人の対応してるからね。てか、バドさんでけえな。でかすぎないか、バドさん。この、シンさんとバドさんの、この、体格差なんだろう。捜査の邪魔だと判断すればすぐに追い出すが。ええ、わかりました。それでは、調査を始めましょう。遠近法かな？ちょっと、位置関係の問題で。では、捜査を始めていきましょうかね。部屋の設定温度ちょっと見たいんだよね、まず。ちょっと今まずこの覚えてるうちに、部屋の設定温度の関係が。天海さんの部屋と同じように壁に蓋がされてるな。開けるぞ。ふむふむ、室温は20度。20度か。あれ、さっきの、天海さんの部屋の方が寒かったよね、確かね。十何度とかだった気がしますから。照明の色は緑と。ハサミの話では生クリーム、そう。やっぱりそうだよね。生クリームは10度が適温だと言っていたから溶けちゃうんじゃないですか、これじゃあ。この部屋の室温は高すぎるようだ。早速矛盾が。確かに少し気になるな。なるほど。なんか見つかったかね。この、その下の方を調べてるようだけども。振り向いちゃダメだ。振り向いちゃダメだ。振り向くと、あの城に食いついてしまう。すごいね、この人。自分の欲望を抑えるのに必死だ。もう声が漏れてるし。この鑑識ダイエット途中らしい。甘党なんだ。なかなかの。なんかいろんな薬が、薬かこれは。なんか材料みたいなのがありますね。ここに。バーナーや薬品が置かれている。お菓子作りに使うものだろう。この薬品は何だろうか。ラベルに書かれているのは、イチコロ1号に苦しみ9号。まさか毒薬か。なんでこんなとこに毒薬が。怖いね。あなたやっぱり怪しいな、デリシーさん。いえ、それもお菓子作りに使う香料や着色料のようです。いちごの香りをつけるコロンだから、略してイチコロですね。あー、なるほど。紛らわしい名前だな。ち、紛らわしい。苦しみの、なんだろう、くるみの、しみってなんだ。くるみの何かだろうな。では、まあ、調査を続行しましょうか。これなんだ？この妖精みたいな感じの。お菓子で作られた可愛い小人が切り株に腰掛けている。装飾の生クリームが崩れかかってる。やっぱりなんか室温高すぎるんじゃないの？小人はきちんと作られているのに、どうもズレを感じるな。なんだ、この人。目が悪いとかそういうやつかな。このデリシーさん。なんか顔隠して。なんで顔隠してるんだ、この人。ここも一緒だよね、多分ね。これも一緒の。
なぜね、そんな感じなんでしょうか。あ、これはなんだ。お菓子を作るときに使う道具が置かれている。生クリーム入りのバケツにコテとハケか。あー、なんかよくなんか使ってるのをテレビで見る気がする。まるで大工の道具だ。ちょっと坊や、お菓子作り甘く見ないで。大工が壁にセメントを塗るのとわけが違うのよ。俺なんか一般の人からしたらちょっと同じようなイメージですけどね。このコテでクリームを塗りつけてハケでムラを整えて、あー、まあ、でもそれ大工も大体大工の仕事とどこが違うんだ。大工と一緒にするなという、なんかそういう偏見があるのかもしれないですね。私たちは大工と違う。すべて菓子で作られているとは思えないほど立派な城だな。この中からカルマさんは出てきたんですけど、うん、ファンタジーですね。まるでおとぎ話の世界みたいだ。君はこういった幻想的なものが好きなのだな。あ、しがらきさん、そうなんだ。あ、すみません、ちょっとはしゃぎすぎましたね。いや、いいんじゃないですか。自分が好きなものなわけだから興奮するでしょ。それは人間なんだから。いや、うちの息子と違って新鮮な反応だから面白くてね。あ、絶対絶対みつるぎさんとかだとあれだね。あの、なるほど、こういう作りになっていて、こういうあれになっているんだなつって、にやってこうにやつく不敵な笑みを浮かべるイメージですからね。純粋に興奮するとかとはまた違う。新さんの息子さんですか。小学生なのにおとぎ話よりも六法全書を読むような子なのだ。変わっているな。私としては話の合う友達ができるか心配なのだよ。いや、できましたから実際。なるほどさんとかやはりさんとかね。で、面白い息子さんですね。僕も友達になりたいな。しがらきくんは友達というよりお兄さんかもしれないね。また心にあれですね、止めるために食べましたね、この人。僕がお兄さんか。じゃあ早く一人前にならないと。いや、今現在お兄さんとしてね、見守ってくれてるから。未来では。でもそのためにも調査を続けようか。怪しい場所、あ、怪しい場所調べますか。まあ、中のこのシートとかって何なんでしょうね。城の扉が開いているな。開けたらちゃんと閉めていってほしいですよね。カルマケンジに直接言えれば大したものなのだからさ。カルマケンジがいなくなる前に、カルマさん、扉閉めていってくれませんかって。ちゃんとガツンとね、そこは言えないとやっぱダメですよ。皆さん、周りのね。あれ、何か中に入ってますよ。これは、待て、俺が調べる。お前らはどいてろ。あ、まあまあいいでしょう。入れるのかな。ち、この生クリーム溶けて崩れやすくなっていやがる。そうかそうか、大丈夫か、この部屋の温度は下げなくて。この城崩れたらもう悲惨だぞ、本当に。もうね、あの辺り一面クリームまみれで喜ぶの、あの左にいるあの振り向いちゃダメだとか言ってるあのダイエット中の合図ぐらいだな。鑑識発狂しながら生クリームを舐め回すんじゃないか。バドウ刑事の靴が生クリームで汚れてしまったようだ。へぇー、菓子の中になぜこんなものが置かれている。調べたい場所があるならさっさと言うんだな。 どっちにしろバドウさん、このさ、建物に入れるような背丈じゃない気がする。かなりしゃがまなきゃ入れないような。紺色の布が丸められている。全部で4枚あると。それはさすがに菓子ではないみたいですね。なんかのシート。あ、何のための布かはわからないが、お城の中に隠してあったようにも見えるな。隠してあった。それにこの布の色には見覚えがあるな。ひょっとして、あの、これか？なんかあの、なんかかかってましたよね、布がね、死体に。これをかけてたのか。まあ、どういう関わりがあるのかはさっぱりですけども。で、これなんだ、これ石みたいなやつ。石ころ。大きな岩が2つ置かれている。まるで荷物置き場のようだな。でも荷物置き場にしてたね、この人完全に。お菓子の扉の中なのに夢がありませんね。あ、もしかしてこれって宝石の原石とかなんじゃ。お城の中に宝が眠っているという作品かもしれませんよ。
ひょっとしたらこのさ布とかこのまあ宝石わかんないけどお宝この岩みたいなやつこれも全部この実はこの天海さんが作ったこの宝箱の中に入ってたやつかもしれないしね財宝みたいな感じでそれを盗んでここに入れてた隠してた可能性があるデリシーさんが岩の下に何かあるよ岩に台座が台座がついてるようだなやっぱりこの宝石を飾る台座ですよまあどちらにしてもただのオブジェではないようだな台座なるほどねこの扉とかも調べた方がいいんですかねあとこの城か城の城の作りとかを調べて特に気になる点はないこれは何ですかここにも何かこの柱六角形のくぼみが六角形のくぼみってなったらもうさっきのあのあれじゃないですか岩台座のようだが何も置かれていないな六角形のくぼみか何が置かれていたんでしょうね何が置かれていたんでしょうねでもでかいイチゴなら生クリームに合いそうだあでもなんかグロテスクでそんなでっかいイチゴ持ってこられてもバド刑事イチゴは六角形じゃないと思いますよそんなね、まあ、多分そんなあの、ま、正論は求めてないんだよきっとバドさんは今ジョークを言ったんだよジョークを俺の希望を言っただけだ希望だったわだったら僕はバナナがいいです私はブルーベリーかな俺なんだろうなオレンジじゃあオレンジ俺岩の台座と、これ、と、この六角形のくぼみは確実に当てはまると思います。まあだから部品の一個だったってことだね、この城の。この岩の台座と城の柱は同じような形をしている。柱の上に置かれていたのは、この岩ではないだろうか。あ、本当ですね。どっちも六角形の形をしています。なぜ城の中に隠すように置いてあったのだろうか。城の中にあった紺色の布と岩。デリシーさんの持ち物だろうか。デリシーさん、なんかあの端っこで、なんか、ね、隠れてるようにしてますけど、隠れきれてませんよ。この城の中に入っていたものは何に使われていたのですか？材料だったのかななんか。ああ、それ私にはちょっと言えないわ。あなた以外に誰がこれを説明できるっていうんですかカルマに、口止めされて、ああ、そうなんだ。口止めされてるんだ。ひー、バレちゃった。話したら怒られちゃうのよ。カルマケンジ、素直に情報を渡すつもりはないようだな。まあ、後から私たちが説明しておきますから。こうすれば怒られないから、今言ってしまいなさい。残念です。せっかく岩を飾る場所が分かったってのにな。もしかしてあのグッズに興味があるの？あ、もうありありですよね。うん。え、グッズですか？それはね、私お気に入りのリラクゼーショングッズなの。あ、リラクゼーショングッズなのあれ。この岩と布がですか？はい、その通り。岩じゃなくて、岩塩で作られたとっておきのランプなのよ。ランプなんだ、あれ。すごい、あれってランプなんですね。ははは、驚くな、まだまだよ。すごい、乗ってきた。こっちの布にもすっごい秘密があるんだから。グッズに興味を示した途端、すっかり饒舌になったな。せっかくだから、坊やたちにも、この癒しを体験してほしいわ。うまくん、このグッズを部屋に飾っちゃってもいいかしら。もしかして、バドウさんのこと言ってます？俺は、バドウと名乗ったはずだが、誰だ、馬っていうの。飾っちゃダメ？うまくんは、わがまま坊やなの。やっぱりね、年上には逆らえないと。年功序列だから。そういう感じです。鑑識、この部屋の写真は撮り終えているな。は、もちろんであります。デリシーの手伝いをしてやれ。生クリームは舐めるんじゃないぞ。ははは、ありがとう。馬くんはやっぱりいいもんやね。デリシアさん、すごいや。バドゲージを説得しちゃった。年齢が上っていうのは大きいな。ありがとうね、馬くん。カン君たちも。鑑識でいいんじゃない、そこは。鑑識にまでニックネームをつけちゃいましたよ。彼女なりの親愛の示し方なのだろうな。それで、これのどこが癒しグッズなんだ？
焦っちゃダメよ、うまくん。これからが本番なんだから、何何楽しみ。カン君たち、最後の仕上げお願いするわ。は、了解しました。おー、あ、なるほどね。これは、うわ、綺麗だな。確かに、まあまあ、綺麗かもしれない。息子にも見せてやれないものだ。装飾品だったんだ。え、そうでしょう。魔法城と4人の小人が私の作品のテーマなのよ。キラキラしてて、とってもキュートでしょう。それにしては一人だけ、仲間外れがいるようだが、色違いが。本当はコンテストでお披露目する予定だったんだけどね。まあ、坊やたちに見てもらえてよかったわ。あれ、でも岩塩ランプの方は光ってないみたいですよ。あ、あら。なんでかしら。そうだね。特に、光は放ってないですね。あの岩と小人、もう一度調べる必要があるようだな。あ、またなんか、おかしい感じなんですか。じゃあ、調査をしていこうと思います。